ペプシセンターでの2008年の民主党全国大会民主党全国大会は4年に一度アメリカ合衆国の民主党が政府大統領の指名候補を選出するときに開く大会のことである。略称は DNC。大会では民主党全国委員会により招集された大議員たちによって党の基本方針である政策綱領と一連の選挙のルールを採択し、また 大統領選挙の指名候補者を選出する。大議員には、予備選挙、党員集会の結果に縛られる、一般大議員と、予備選挙、党員集会の結果に縛られない特別大議員が、いる。特別大議員には、民主党全国委員会のメンバー、連邦議会上下両院議員、州知事、等の功労者等がいる。予備選挙を獲得する現在の大統領、 候補指名制度が導入された1972年以降は、いずれも予備選挙の流れが固まった時点で、指名候補がすでに事実上を決まっているが、一般大議員獲得数に差があまりない場合、それ以前同様に、特別大議員の大会における判断で、指名候補が決まる可能性もある。また、会場には民主党を支持する著名なスターがゲストとして参加し、 スピーチやパフォーマンスを披露することもある。大会は民主党の定期大会でもあり、1832年に第1回大会が行われ、これまで数多くの歴史を残した。大会は例年、夏に通常4日間にわたって開催されている。大体の流れは下記の通り。党大会は、ただし、副大統領候補が指名受託演説を行い、 指名争いに敗れた候補者や党幹部たちが、壇上に上り、党の団結が重要であることをアピールして終了する。ありがとうございます。